はい、どうも石原です。今日はね、アマゾンのビッグなタイムセールが2月の1日まで行われていますので、僕も実際にね、購入したいものもありますので、ここで皆さんとね、一緒にアマゾンのタイムセールをチェックしていきたいと思うんですが、今回ご紹介する内容としては5つのカテゴリーに、絞らせて紹介します。まずはね、 iPhone12 関連のタイムセールがあるかどうか、そして GoPro、 僕ね、こちらの GoPro を使ってVlog チャンネルを運営していまして、これで全ての Vlog の映像を、シネマティックな Vlog 映像を撮ってますので、これに関連するアクセサリーをちょっとチェックしたいと思います。そしてこちら DJI miniのパーツとかアクセサリーもないかなと、こちらで空撮映像とか撮影しているので、これでちょっとのアクセサリー関係、バッテリーとかのなんかタイムセールないかなっていうのが一つ。そして iPhone12 ね、 iPhone12 のマグセーフ対応のアクセサリーがタイムセールになってないか、またなってたらどれがおすすめなのかみたいなのをちょっとチェックしたいと思います。そして最後にこの AirPods ね、AirPods 関連のアクセサリーがタイムセールになってないかなっていうのをちょっとチェックしたいと思います。ちなみに、このマグセーフの、このね、レザーケース。もちろんタイムセールではないんですが、僕ね、ほんとこの iPhone12 mini にこれを装着して持ち歩いてます。これ本当に便利なんで、もうタイムセール関係なくこれ買ってほしいと思います。で、キャッシュレスになります。財布がいらなくなっちゃいますんで、PayPay とか楽天ペイとか、ここに保険証とか免許証入れて、これだけでもう持ち歩いてます。ぜひね、おすすめなので便利で、チェックしてみてください。で、皆さんの中でもこのガジェットとかこのデバイスに関連する商品をうまくタイムセールで検索したいと思うんですが、これちょっと難解で、このタイムセールのこの画面をクリックするじゃないですか。するとタイムセールのね、ここにタイムセール祭りって書いてるので、ここで検索すると思うんですよね。例えば iPhone12 ここで検索すると思うんですけど、ここで検索してしまうとこのように表示されても、この特選タイムセールっていうロゴ、このラベルがついてないものまで表示されてしまうので、見つけるのにビジュアル的にたくさんあるので、どれが特選タイムセールかなって見つけるのもちょっとね、すぐ見つかりやすくはあるんですが、この 2% 以上ポイントとかみたいにちょっとね、混在する感じがあるので見にくいんですよ。なので、探しにくいなと皆さん思っていらっしゃると思いますが、なんと、とっておきの裏技というか、探しやすくするためのコツがあります。コツというか、検索するコツがあります。それをね、今からちょっとサクッとご紹介したいと思います。まずはね。で、今、これ、Amazon のホーム画面なんですけど、ここでタイムセールをクリックしてしまうと、タイムセール会場になってしまうので、さっきの、ここにタイムセール祭りってアイコンがあったじゃないですか。アイコンというか項目が。これが、タイムセール祭りだけになるんですよね。ただ、この状態、このホーム画面の状態で、ここにね、セールってあります。セール。これをセールで探すと特選タイムセールがめちゃめちゃ探しやすくなります。これをセールにして検索します。じゃあまずね、本題としまして iPhone12 に関してのアクセサリーのセールがないかをこれでちょっとチェックしていきたいと思います。で、検索したのがこれです。セール iPhone12。見てください。ここに全部特選タイムセール、タイムセールって出てるじゃないですか。しかし先ほど言ったiPhone、ここのタイムセールというところで iPhone12 と打って、検索すると、ちょっと比較してみますね。このようにタイムセールが全然出てこないですよ。ほとんどここに1個ね、2個。なのでタイムセール会場の、URL に入って、ここのタイムセール祭りっていうものでここで検索しちゃうと、タイムセール以外のものもね、出ちゃうんですよ。なのでホーム画面でセール、ここの項目をセールにして iPhone12 と検索すると見てください。ほとんどタイムセールになってます。つまり、タイムセール会場に行くよりも、ホーム画面上でセールという項目を選んで、ご希望のお求めのキーワードを入力すると、バッと出やすくなるということがありますので、皆さんぜひね、まずこのコツを覚えてじゃない、しっかりしてお求めのね、商品を探してみてください。ということで、今から本題に入っていこうと思うんですが、このチャンネルでは、
Apple に関するリーク情報や iPhone に関する情報、さらにはガジェットレビューや、こういうね、お得な Amazon の、まあ、タイムセールなんかのおすすめなんかもね、ご紹介していきます。これはね、毎日動画アップしていますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、まあ、定期的な Apple 関連、iPhone 関連、そしてガジェット関連の情報チェックにお使いください。ということで、本題いきたいと思います。すいません。はい。じゃあまず iPhone 12のセールはね、どんなものがあるのかと見てみましょうと。こうね。これスポンサーなので、まあ、お金払ってここの上に上位表示させてるだけなんで、ここはちょっとシカとして、ここ。これ2マソのガラスフィルムがね、特選タイムセールです。なので、ここのページって言うとガラスフィルム多めですね。で、シュピゲンも、ケースが、セールになってますので、対衝撃性に優れた、ケースが欲しい方は、今ね、今悩んでる方も今買いですよ。こういうシュピゲンのケースはね。こう、やっぱり評価も見てください。18,820 と。めちゃめちゃ評価も高いので、これはね、おすすめなので。そしてね、この2マソの、このガラスフィルム、これはね、定番にいいと思うので、もしガラスフィルム、予備、もしくは今欲しいという方は、ここも買ってた方がいいと思います。僕実際に、もうこれ、2マソのガラスフィルムを使っております。これね。はい。これ、娘が描いたパパの絵です。これね、これを使ってますので、3ヶ月ぐらいかな ?4 ヶ月発売してずっと使ってますけど、全然割れたりしてません、これ。普通に使えてます。ので、ぜひね、この2マソのガラスフィルム、今おすすめですよ。100円でも200円でも安く買いたいなら今です。はい、ということで、まあ、ケースがね、まあ、全般的かなーっていう感じがしますね。ケースはね、やっぱシュピゲン。このシュピゲンは、おすすめです。やはりシュピゲン人気ですし、僕も実際に友人の iPhone とかでシュピゲンの、ケース見ますけど、やっぱ質いいですもんね。ただ僕はね、Apple の純正ケースを使う派なので、ちょっとシュピゲンは使ってないんですが、これね、おすすめです。iPhone の Apple ケースがちょっとシンプルすぎて、もうちょっとこうガジェット感が出してほしいなら、このね、シュピゲン絶対おすすめですね。そのぐらいかな。もうあとはそんなにないかな。カメラ保護はね、いらないと僕は思います。一度もここのカメラ保護をしたことはないですが、一度も別に問題ないです。まあ、何かの時にもしかするとね、当たって割れちゃうかもしれませんが、今まで僕一回も使ったことはありませんので、これは仕方していいかなと思います。はい、これ。こういうのはね、ちょっとしっかり確認してください。マグセーフ対応のケース。これはね、後でもね、ちょっとご紹介しますけど、こういうのはね、しっかり見とかないと、マグセーフに対応していないなら、iPhone 12シリーズはマグセーフ対応なので、もったいないですよね。マグセーフ対応のケースじゃないと、こういうマグセーフ対応のアクセサリーは、こういう風についたり、使ったりできませんので、ここね、ケースを買うときにはね、ちょっとね、もし、マグセーフ関連のアクセサリーを日常的に使うのであれば、絶対ケースはマグセーフ対応のものを買ってください。今回はまあここですね。この辺かな。マグセーフ対応のケースは。ですね。はい、こんな感じかな。こんな感じかな。そんなにもうなさそうな感じがします。はい、続きまして、マグセーフのもう、車載ホルダーいっちゃおうか。マグセーフ関連のアクセサリーをちょっと皆さんと、車載ホルダー。マグセーフ、セール、マグセーフ車載ホルダーをちょっと見てみましょうか。あ、やっぱシュピゲンの、マグセーフ対応のケース出てますね。ケースをでマグセーフ対応ならもうちょっとシュピゲンチェックしてください。ぜひ。マグセーフ対応の車載ホルダーは、ないですね。はい、ないです。ここね、あ、これマグセーフじゃないのとかね。これまさ、これ、え、違うの?これマグセーフじゃないの?とかね、思っちゃう方いらっしゃると思うんです。これマグセーフじゃないです。これもマグセーフではないです。これもマグセーフではないです。僕はね、マグセーフ対応の車載ホルダー購入しております。で、実際に1ヶ月待ちかな ?1 ヶ月待ちしたぐらいの、車載ホルダーなんですけど、僕ね、Vlog の、チャンネルの方で、この、まあ、レビューというか、開封のファーストインプレッションをやってるんですけど、まあ、ぜひね、まあ、車載ホルダーとかチェックしたいなら、こちらのブログチェックしてほしいんですけど、Vlog チェックしてほしいんですけど、実際に僕が購入したのはこちらです。この車載ホルダーです。めちゃめちゃいいです。黒ってね、なかなかないんですよ。なので、黒の車載ホルダーが良かったので、これを購入しました。普通に使えてます。パチャってはまるし、普通に。なので、
こういう、これはね、マグセフ対応じゃないんで、ガチャッとかこう、自動開閉式だったりします。で、これ、こういうのも、マグセーフじゃなくてマグネットなので、例えば、マグセーフに対応したマグネットではなくて、iPhone 12や iPhone に脱着してマグネット式にするというものなので、基本的な、まあ、デフォルトの機能というか、デフォルトのマグセーフはこれ使えませんので、皆さんそこら辺ね、ちょっと注意してみてください。なので、まあ、車載ホルダーが欲しいなら、今回はタイムセールにはなってないですが、僕のこの注文したのは、まあ、1ヶ月ぐらい待ったやつなので、早めに欲しい方は今のうちに注文しておくことをお勧めします。じゃあ、次はマグセーフのスタンド、いきます、スタンド。はい、こんな感じですね。はい、これね。これはね、マグセーフ対応なのかな？これ違うよね。ちょっと見てみよう。マグセーフに対応。なんかこれ怪しいな、その形。あ、とてもいいです。あ、あと純正マグセーフの充電器と比べると磁力が弱い。充電できません。やっぱちょっと怪しいな。はい。で、スタンドがないんだ。あ、こういうスタンドあります。マグセーフを持っている方。こんなね、僕、ここ持ってるんですけど、ちょっとこっちまで来ないんですけど、持ってるんですけど、それを、まあ、Apple Watch のスタンドみたいな感じで、こう、立てかけるような形でできるやつは売ってますけど、そもそもの、マグセーフタイプの充電器は、あ、これか。あ、これ違う。はないって感じですね。あ、ないですね。はい。ないです。残念。じゃあ、マグセーフ関連のものはないのかなっていうので、さっき見たか。あ、マグセーフ関連のアクセサリーは、まあ、ケースぐらいしかないかな。これもマグネット。ティックだからマグネットなんですよね。形に騙されないように皆さん。これも形に騙されちゃダメですよ、これ。まあ別にいいですけどね。マグセーフを使わないならこれでも別にいいんですけど、マグセーフ対応のものならこれ違いますね。PD20W で書いてますしね。という感じになってますので、まあ iPhone 12のケースとかならば、マグセーフ対応のケースはシピゲン。で、液晶保護ガラスフィルムならもう2マスを買いましょう、皆さん。本当に。この、そして、車載ホルダーはないみたいなので、僕が購入したものを参考にして、今買っておく方がいい。在庫がなかったりします。で、Apple の公式オンラインストアのベルキンのやつも、高いんですよ、結構。なので、僕のは2000円ぐらいで買ったので、いいかな。あと、デザインもね、ベルキンのやつより良かったので、こっちを買いました。はい、じゃあ続きまして、GoPro。僕ね、Vlog チャンネルやってる、このね、GoPro でね、いつも、もう、絶対これで撮影してます。このマグネットクリップを使って撮影してるんですけど、これね、今まではいつもこんな感じで外して、こう使ってたんですよね、こう。こんな感じで使ってたんですよ。で、これ置けるし、このまま使ってたんですよ。で、車載ホルダー、車内ではこうガチャッとはめてね、使ってたんですけど、このマグネット使い出して、あ、こっちやなって思いました。ちょっと反対につけるんですよ。つけるとグリップ力も上がるし、ここね、こう、パチコンってはめちゃって、一人称視点もできちゃうし。で、これね、天井にぶら下げたりできますし、こんな感じでマグネットになってるんですよね。なので、冷蔵庫とか鉄の部分とかにカチャってはめられるし、ここまで上、いけるし、ここまで下。なので、GoPro 9、Hero 9と、この GoPro の純正クリップで、車内のこう、アタッチメントには、下にマグネットを貼って、そこに肩溜める。パッとです。これめちゃくちゃ便利なので。もし GoPro 使ってる方はね、それね、車載方でいいです。で、揺れないしね、あんまり。ガチャッとはめとけば。なので、ガチャッと脱着するのがめんどくさいっていうのもあるし、それをより快適にするのはマグネットの式にしちゃった方が早いなと思って、したらうまいこと、これ持ちやすいし、こういけるし、こういけるし、そしてどこでもつけれるし、挟めるし、しかも車載ホル、車内でもマグネットにこうパコンとはめるだけ、おすすめです。で、全然余談になっちゃいましたけど、今ね、その Vlog 全部撮ってますので、Vlog ちょっとチェックしてほしいんですけど、Vlog 押すな、俺。Vlog 押してすいません。で、GoPro の、特選タイムセールね。はい。ここね、セールって入力してますから、GoPro が全部出てます。こんな感じで。おーっと、ここ、Hero 7がなんと 35,800 円ですよ、皆さん。これは結構買いかも。僕は GoPro Hero 9なんですけど、これは、こ
これはちょっと買いかもしれませんね。あ、僕は持ってるんで買いませんけど。あ、そうか、ブランケットか、これは。結構タイムセールになってますね。あ、こういうアタッチメントね。そうそう、こういうアタッチメントどうしようか。あ、もうない。あ、もうないな。あ、あとここが。ウランジさんのね、ここの専用自撮り棒、僕も持ってます。ウランジさんのね。この専用自撮り棒持ってますよ、これ。なかなかね、ここにまあ iPhone とかこうね、挟んで。まあ挟んで、こんな感じで使ってます。結構伸びるんですよね。結構伸びちゃう。伸びちゃうというか、結構伸びてくれるので、おすすめですね、これね。あ、でもこれはタイムセールじゃないの。あ、これはタイムセールじゃなかった。セルカ棒はタイムセールではありませんでした。すみません。でもこれ、ウランジさんいいですよ。質もいいですしね。質感もいい。ここも、ちょっとシリコンっぽい感じなんで、グリップ力もめっちゃいいですよ。はい。ということで、GoPro ないな。いいのはな。ただこの GoPro Hero 7、サクッとちょっとね、自撮りというか、ビデオ、iPhone とか以外にサクサクとポケット入れて持ち出せるようなビデオが欲しい方は、これね、おすすめだと思います。GoPro はね、めっちゃおすすめですよ。7ぐらいまでおすすめですよ。絶対。買いです、これ。はい。じゃあ、続きましては、この DJI Mini。いいですね。ほんとこれね、めちゃくちゃいい映像撮れてます。むっちゃいいっす、これ。ほんと。気に入ってます。この2つはね、GoPro Hero 9と DJI Mini。この2つはね、人生を楽しむためにはもうめちゃめちゃおすすめです。もう自分の人生のログを撮影するみたいな形で僕は Vlog をやってるので、めちゃくちゃおすすめですよ。はい、DJI Mini行ってみましょう。はい、ない。ないわ。ないな。DJI Mini タイムセールないな。ちょっと一回タイムセール会場から DJI Mini って探してみましょう。DJI Mini 2。はい、ここ来てますけど、まあないか。ないよな。ない。ないな。はい、そしたら最後に AirPods 行ってみたいと思います。おー、あ、やっぱケース、今買いかもしれませんね。AirPods、結構 AirPods Pro でこのまま使ってって、ここにこうね、テーブルの上に置いちゃって、もし近くの人が同じのを使ってたら差別化できないんですよね。これ、どっちが僕の AirPods Pro でしたっけみたいになるんですよね。まあ、外してこう接続してみればわかると思うんですが、しかし、他の方々と差別化したい、自分の AirPods Pro は、を自分らしくしたい方は、ケース絶対必要です。僕もね、一時期ケース使ってたんですけど、ちょっと外しました。上だけね、ポコッと取れちゃったので、もうこちらの動画でね、解説したケースなんですけど、上だけポコッと取れちゃったんです。で、まあ、ここ着脱の強さが弱まったみたいで取れたんで、もう、この際だからこのまま一回使ってみようかなって、このまま使ってるんですけど、差別化を図りたいならこういうの絶対必要です。特に、ね、シピゲン、もうほんとシピゲンと ESR さんはね、いつも評価が高いので、ケースを買うならもうこの2つのメーカーは結構評判高いのでいいです。こんなほら、こういうのとか。すごくないですかこれ。ガジェット感満載。あー、これいいっすね。これは良さそうだな。あーっと、これもなんかいい。なんかおしゃれだな。うわ、これすごいな。これ俺は買わないけどね。あ、これとかいいですね。あ、やっぱシピゲンさん。今回の、まあ、ポイントはタイムセールでいつもシピゲンさん、まあ、ベルティンさんもそうですけど、シピゲンさんがタイムセールで結構 iPhone 関係、そしてこういうね、アクセサリー関係もやっぱタイムセールしっかり乗ってきてますので、ちょっとね、そのシピゲンさんの関連のアクセサリーチェックした方がいいかもしれません。そんな感じかな。ちょっと次のページまで行ってみましょうか。やっぱこの ESR もね、本当にいいもんね。おしゃれ、これ。VRS って何？ここのメーカーはめっちゃおしゃれな AirPods ケースをやって、あ、なるほど。見てください。iPhone 関連のケースもなかなか質感良くておしゃれですね。あ、ほら。これとかめっちゃおしゃれ。あ、しかも、タイムセールやん。うわ。さっきシピゲンって言いましたけど、ちょっとこの VRS さんがめちゃめちゃおしゃれですね、これ。うわ、これめっちゃおしゃれ。
おお、いいね。あ、これめっちゃ質感がいい。あ、ちょっと皆さん、もしシピゲンさんのあれちょっとデザインがっていうのは ここの VRS さんもいいかもな。あ、こっちのページまで来たらちょっともうあれか。はい、ということでね、 Amazon タイムセールちょっとね皆さんと一緒にチェックしましたけども、明日までかな、明日一日までありますので、今日この動画をチェックして、あ、ちょっともう一回 Amazon タイムセールチェックしてみようかなと思った方、参考にしていただければと思います。僕はちなみにね、今回ね、一応ね、ガラスフィルムとかな、買っておこうかなっていうものはそれかな。やっぱ GoPro とね、DJI のなんか関連のアクセサリー欲しかったんですけどね。まあ、仕方ない。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新のね、iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはこのような感じでおすすめのガジェットを紹介したり、まあ、ガジェットレビューなんかもしたりします。まあ、ガジェットレビューに関しては、先ほど言ってるように、この、サブ、Vlog チャンネルである石原さんの世界観の方で、まあ、動画の中で、まあ、ストーリー的に紹介してますので、まあ、ガジェット関連とか、僕が日頃買ってるガジェットとか、どんなものを石原さん買ってるんだとか、Amazon のね、荷物結構毎日のように届くんで、どんなものをせこせことね、石原さんが買ってるのかみたいなことをチェックしたい方は、ぜひね、Vlog の方をチェックしてもらえればと思います。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ皆さん、Amazon タイムセール、楽しんでください。はい、ではまた次回の動画で。